久保さん今回騙、騙すの、だます、騙すの、だま、だま、なんだこれ、語る、騙す、はい、こだ、だ、だうん、語りうん、にしましょうか、これ。まあ、多分ね、その、騙す、騙されるって、まあ、一般的に、多分金銭的な部分が多いのかなと思うんですね。どうでしょうか。まあ、例えば、投資に100万円預けました。仮想通貨に買いました。 飛びまししたた騙されま,したまあこれが何か分かりやすい一般的な部分ですよねじゃあこれが金銭が絡まなかったら騙されたのか騙すのその騙すとださないのがになるのかっていうこれはまあ人それぞれですよね金銭は絡んでないと金銭が絡んでないけど騙されたっていうのはどういう事例なんだろうな金銭は関わってないけども騙されたうーん 結婚します詐欺。まあでもその結婚詐欺もなんか金銭が絡むことが結構多いですからね。だますだまさないって金銭が結構まあメインじゃないかな。で、僕は結構あの、思うのが、まあ情報発信すれば騙されようがないんじゃないかなっていう。騙されるというか、その金銭的なっていう定義づけですよ。要はいつも言ってるんですけど、YouTube いくらやっても YouTube からお金請求来ないし、食費用かかんないし、 月額費用かかんないし、Facebook で3000回ライブやっても、Facebook 社から、まあメタ、メタからね、お金請求来ないし、<laughs> Twitter でいくらツイートしても、多分 Twitter 利用料請求されないし、だから僕はね、情報発信すればいいと思うんですね。<laughs> うん、だからちゃんと、ちゃんとスキルアップ、情報発信のスキルアップをするっていうところにフォーカスすればいいんじゃないかなと思うんですよね。 うん、だから結局その人間って欲があるんでな結局やっぱ増えたらいいなみたいなね何もしなくても増えたらいいなっていうねそのあるじゃないですかいやいやそこの欲はちょっと抑えまして自分でスキルちゃんとつけて0円でもお金稼げるスキルをつけるっていうのをやれば多分その金銭的な騙されるっていうのはないんじゃないかなと思うんですよねうんまあ YouTube グーグルが騙すってことあるんですかメタバースが騙すってことあるんですか ど,どうすかね <laughs> 利用者を <laughs> あの。無料っていう、10年後になんか請求するみたいなね。YouTube、Google が10年後に、お前10年間 YouTube 利用したから1000万4000みたいなね。多分ないと思うんですけどね。だからなんか確実、まあ絶対はないですよ、これも。まあ、YouTube がそのうち有料化になるかもしれないし、Facebook とか。 インスタが有料化になるかもわかんないですけど、今現状としては一応無料で利用できますし、まあツイッターも無料でできるし、TikTok も無料でできるし、なんかその、金銭的にアーダーコーダ言うんだったら、とりあえず無料で徹底的にやればいいんじゃないかなと。僕は徹底的にやってますけどね。僕ほど徹底的にやってる人はまあまあいないと思いますよ。2万本動画はやってますし、2万3000本ぐらいか今。 まあ、とりあえず僕はもうこれをひたすらやりますね。だから僕は騙されることはあんまないかなと思いますね。うん。だって僕はもうこの,この一点突破、その、情報発信最強だと思ってますし、金かかんないんで。う分ん。多分その、だ、なんか結局その、あと最近、その、笑うセールスマンの、なんか100何話をまとめたやつがアップロードされたんですよ。それをずっと見てるんですよね。笑うセールスマン。 笑うセールスマン面白くて、人間のその心の隙間というか、その欲というか、そこに、まあ、あの、セールスマンがこう、付け込んでくるんですけど、ね。笑うセールスマン、今ずっと見てるんですね。多分ね、その隙間だと思いますけどね。うん。隙間がなければ入り、入る余地がないですから。隙間がない。入る余地がないですね。でも隙間があったら入る余地があるっていう。<laughs> うーん。そう。 金銭的な騙す騙されるっていうところはお金がかかんないことを徹底的にやればいいんじゃないかなと思いますけどねでもそれがみんなめんどくさいとかいやそういうのじゃなくてなんかそういうのできないんですよとか言ってくからダメなんじゃないかなと思うんですけどねいやできるできないじゃなくてできるようになれよと <laughs> 僕は思うんですけどねうん だってこれができるようになってここでお金が稼げるようになったら仮に騙されたとしてもまたお金作れるし資金衝突したとしてもまた01でお金作れるじゃないですかこのスキルがあったらでもこのスキルがなかったらまた働かないといけないんですよ会社で何十年も何十年も働いて何百万貯金できるとかそういうレベルじゃないですかうんまあ例えば月 月3万貯金したとするじゃないですか。サラリーマンで手取りいくらか分かんないですけど、月3万貯金するって、まあ、まあ、一般的っていうか、まあ、できそうな金額じゃないですか。じゃあ、月3万貯金したとして、1年で36万ですよね。10年で3600万ですよ。だから3000万以上貯めるんだったら、3万貯金で3000万以上貯めるんだったら、10年かかるわけですよ。じゃあ、その10年かけて貯めた3000万が解けました。じゃあ、あと10年、また同じことやらないといけないんですよ。これ、えぐいですよ。 うんだから自分で稼げるスキルがあれば10年かかんないですよ、そんなのは。まあ、まあ、頑張れば1年で3000万ぐらい稼げるしね。久保さんは3年で1億か。うん。まあ、そのスキルがあったら、まあね、すぐいけるんで。まあ、僕はもうずっと情報発信しれって言いますけどね。うん。でもみんななかなかやんないですよね、久保さんね。<laughs> なんでかなと思うんですよね。僕、仮想通貨手出さなかったし、一個も買ってないしね。まあ、今後も多分仮想通貨買わないと思いますけど。うん。でもね、僕もね、人間なんで、やっぱりね、隙間がね、出た時、あ、やっぱり、やっぱ仮想通貨いいなと思う時も、あまあ、何度もありましたよ。やっぱええな、みたいな。<laughs> でも、手出さなかったですね。もうひたすら情報発信っていう。もう自分の、ね、自己洗脳してましたけど。だから僕は結構、その、なんだろうな、その、 今後も多分あんまりまあ何あるか分かんないですけどねまあそういう騙される騙されないっていうのはなかったとしてもまあ地震に巻き込まれたりとか台風に巻き込まれたりとかまあ車に突っ込まれたりとかまあそういうリスクはあるのでどうなるか分かんないですけど、まあ、僕が推奨するのはまあ金銭的に騙す騙されないっていうことをあだこうだ言うんだったらお金がかかんないことを徹底的にやればいいんじゃないかなと死ぬほど。 ぶち抜くぐらいやればいいと思います。だってぶち抜いてもなかなか取られないですよ。僕 YouTube から金取られてないですよ。1円も。利用料。ぶち抜まあまあぶち抜いてやってると思いますけど。うーん。でもやらないので、まあそれをうくんですよね。まあ、難しいですね、これはね。<laughs> うーんそう。僕は本当に情報発信をおすすめしますけどね。本当に。心の底から。うーん。 そうでもみんなやんないんすよ、ね、みんなやっぱ楽になんかやっぱ結局結局だから仮想通貨が出た時に僕はねびっくりしましたよねネットビジネス頑張るっていう人も全部仮想通貨に流れたんで結局何でもええんかいみたいなね <laughs> あ結局何でもいいんだねみたいな儲かればみたいなあんだけネットビジネス頑張る言うてたのに ほっぽり出して全部仮想通貨行ってで資金溶かしましたやっぱネットビジネスやりますってすいませんすいませんっていうかねやっぱ心改めてもやっぱりネットビジネスやりますみたいなもう相当その時相談受けましたからね僕ないねみたいなね <laughs> まあ結構僕の中では印象深かったですけどねそのお客さんの動きそして亡くなってから僕のところに来るみたいな で相談受けるっていうのはかなりありましたからネットビジネス情報ビジネス金かかんないことはぶち抜いてやりましょういってらっしゃい